チューン。なんとなく応募したマクドナルドの福袋に当選してしまったデブニーと、受け取り指定日が1月1日なので正月の朝っぱらからマックへ向かいました。まあ世の中のリア充どもは今頃ウェーイとか言って楽しく騒いで例の肺炎の拡散をしているんだろうけども、ぼっちくんは一人でマック楽しいです。悲しくなってきますよね。ちょうど昼の12時くらいに行ったんですが、いつもなら激混みしているような時間帯にもかかわらず客は一人もいませんでした。吉田のみ。ドライブスルーも一台もいません。まあ正月早々1月1日にマックを食うやつなんていないらしい。明けましておめでとうございます。吉田です。マクドナルドで福袋当選しました。ありがとうございます。今日はこれを開封するというクソ動画、まあ正月の一発目、久しぶりの動画ということでしょぼいですけども許してください。吉田です。以上です。マックを食おう。アイスティーエールストレート、無料のケチャップ、マックシェイク、チョコレート M、 ポテト、あれポテト少なくね、なんかちょっとポテト L 少ない、マックポーク、ベーコンマックポーク、あれピント合ってるこれ大丈夫。久しぶりにねビッグマック買ったわ。なんかたまにビッグマック食いたくなる。なんかバイトしてた時あんまりビッグマックって売れたイメージないけど、これはこれでうまいんだよね意外に。今の期間限定はグラコロ、まあグラコロも美味しいんだけど、今日はねこのノーマルが行きたかったんで、ビッグマック、ビッグマックソースがねうまいんだよね。うん、久しぶりに食ったけどやっぱビッグマックうまいな。このサウザンソースみたいなやつめちゃくちゃうまい。ちょっとこれの廉価版が欲しいよね。二段重ねじゃなくてミニビッグマック。まあそんなことはどうでもよくて、福袋が3000円だったのでこれ全部買って4000円を超えていました。もしかしたら吉田的マック最高額かもしれません。4000円って。そういえば福袋ですが、ツイッターで聞いた限り結構外れた人も多いらしい。まあ結構人気っぽいんですが、まあ確かに飲食店系の福袋って当たりが多いですよね。無難なものが入ってるし、クーポン的なものも入ってることが多いんで、よく利用する店ならありだよね。まあでも福袋って大抵の場合は在庫処分のクッソみたいなゴミを、定価10万円相当がなんと3万円みたいな詐欺的なものがほとんどです。確かに10万円で売っていたのかもしれませんけども、誰も欲しがらないようなものはいくら値下げされてもゴミなんで、基本的に福袋って損するもの。まあそれが分かっていて楽しんで買うもんだとは思いますが、最近は中身が分かる福袋とかいう面白みもなんともないものが増えていて非常に残念です。中身が分かっていたらおもろくないわって思うよね。ちなみに映像はベーコンマックポークですが、昔は100円だったマックポーク、ベーコン1枚追加しただけで200円になったので、すげえコスパ悪くなりましたよね。というかポークパティの味が濃すぎてベーコンの味が全くわからないので、ベーコンいらねえよ。いろんなものがねどんどん値上げしていって辛いよね。まあ消費税 10% になったってのもあるけど、明らかに物価上がってるよな。ジューン。尺稼ぎトークは終了して福袋を開けていきます。普通のビニール袋に入っていて、受け取った時ぶっちゃけしょっぽって思ったのは内緒です。受け取る時にリストで確認されたんですが、吉田が行った店舗だけで5、60人分のリストがあったので、めちゃくちゃ数あると思います。1店舗10個20個なのかなと思っていたんですが、意外にレアじゃねえ。袋から出すと赤とベージュのトートバッグが入っています。エコバッグとして使えってことなんでしょうか。コールマンというブランドが入っていますが、なんやそれって調べてみたら、アメリカのアウトドア製品のブランドみたい。キャンプ用品とか。ヒキニートの吉田的には関わりが全くないので知りませんけど、この業界では結構有名ブランドっぽい。裏面はポテトとマクドナルドのロゴ、そんなに大きくはないので、まあ普段使いできるかな。最近のマクドナルドの店舗って茶色のおしゃれな外観に変わりましたが、このバッグは昔ながらの鮮やかなマック風で、その中に他のものが入ってます。まあ3000円なんでね、ちょっとしょぼいですけど、こんな感じ。コイン、コイン。この撮影している時は読み方が分かりませんでした。コールマンです。裏面はポテト風というか、この福袋マックフライポテトがテーマになってるみたい。よくあるちょっとした小物袋ですが、ちょうど使っていないポイントカードとか診察券を雑にぶち込む袋欲しかったんで、ちょうどいいですね。まあコールマンブランドだからといって特に品質が良さげという印象もないです。ダイソーで100円で売ってそう。まあ緑とポテトデザイン結構好みなんで、まあ好きですね見た目は。
コップ、これもコールマンブランドのロゴが入っていますね。ちなみに白と黄色の2色があって、吉田のは白でした。白はどう考えてもハズレでしょ。マクドナルドのロゴ一応入っていますけど、ただの白いプラスチックのコップですし、お茶やコーヒーのシミ目立ちそう。やっぱり黄色いポテト感あるコップだったらちょっといいなと思ったんだけど、白はね、なんだこれって感じだよね、ぶっちゃけ。多分これがメインだと思いますが、ポテトクロック。キッチンタイマーだと思い込んで買ったんですが、時計でした。キッチンタイマーなら欲しかったんだけど、時計はマジでいらん。しかもマクドナルドのポテトとは形状が明らかに違います。あんまりマックフライポテトに似てません。電池ボックスがネジ止めなのはマクドナルドっぽい。子供が飲み込まないような安全設計です。単三電池1本ですが、付属はしていません。家にマンガン電池とかいう絶滅危惧種があったのでぶち込みました。パラッパッパッパー I'm loving it ってことでしょ。目覚まし時計です。カチカチ音は比較的静かなので寝室で使えるかもしれませんけど、パラッパッパッパーで起きられる自信はありません。あと形状的に安定性が悪すぎるので、まあ、とりあえずここに置いといたわ。あとはこの無料商品券が入っています。10個に1個の割合で黄金のマックカード500円が入ってるらしいんですが、吉田のは外れ、入っていません。一応無料券はビッグマック1枚、照り焼きマックバーガー2枚、フィレオフィッシュ2枚、チキンフィレオ1枚、マックフライポテト S 3枚、チキンマックナゲット5ピース3枚、3160円相当らしい。期限は6月までなので半年間。まあこれが入ってるからマックの福袋お得って言われてるわけですね。この無料クーポンドリンクがないので、多分セットを買ったついでに物足りないからもう1個、そういう用途を想定してるんじゃないですかね。セットにしないことで売り上げを落とさない工夫がされてるんでしょうね、多分。ちなみにマクドナルドの株主優待券は最強です。バーガー、サイドメニュー、ドリンク、サイズ自由、好きなものを1個ずつ、しかもバラバラでも買える。あれが良かったんですが、まあ贅沢ですよね。文句言ってごめんなさい。マックの福袋、クーポンがあるので、まあ悪くはないと思います。まあ入っていた商品を使うかどうかはまた別の問題ですけどね。多分小袋とこの袋は使うと思うけど、コップと時計はいらん。捨てると思います。ジューン！これは余談ですが、群馬県民手帳ってやつを買いました。群馬県に引っ越してきてから毎年のようにコンビニのレジ横に置いてあってすごく気になっていたんですが、今年は群馬ちゃんの可愛らしい感じになってたんで買っちゃいました。なんなんこれってずっと思っていたんですが、ただの手帳ですね。おまけ情報が群馬の情報に置き換わっている、ただそれだけ。体重とか血圧を毎日測っているので、今後は群馬ちゃんに記録していこうかな。見開きで1週間。会社員だった時は年始の挨拶でありとあらゆる取引先がこういう手帳を渡してくるんで大量に捨てていたんですが、今は手に入らないので今後は県民手帳ですね。手帳やカレンダーいらんからボールペン持ってこいって思ってたわ。ジューン、くせになる味、ラーメンのいきなり。ちょっと尺が余ったんで、いきなりステーキの福袋も紹介します。袋じゃなくて箱だろってツッコミはしていいのでしょうか。実はこれね、サブチャンネル用に撮影した映像なんですが、外部マイクのプラグが微妙に抜けていて、音声が全く記録されていませんでした。なのでメインでナレーション入れて再利用しています。あと裏事情を話しちゃえば、昨日サブチャンネルに出したホムラを歌った動画あると思いますけど、あれ本当はね、このレビュー動画を出す予定だったんですが、データがぶっ壊れてやけくそになって歌ったってのが裏事情です。そしてあんまり再生されていないので、まあ、ぜひ見てくれ。概要欄にリンク貼っておきます。吉田よりも破産寸前ないきなりステーキですが、2種類の福袋が販売されています。ハンバーグがメインの約5000円のやつと、吉田が買ったステーキとハンバーグの約1万円のやつ。1万5000円相当で1万円。うん、数量限定ですが普通に買えるんで人気は全くないと思います。食品系の福袋でやっぱり1万円は高いっすよね。藤岡市の河内薬品の隅っこにいきなりステーキができて結構経ちますが、行くのがめんどくさくて結局1回も行ってないんで、特にこのワイルドステーキ気になります。入ってるものの紹介してるシーンがデータ破損していてないので、入ってるものの写真でごめん。ハンバーグ以外はヒレステーキ、サーロイン、リブロース、国産イチボの4枚のステーキが入っています。和牛イチボ以外は海外産。1万円なんで冷静に考えれば1枚あたり2000円ってことになります。輸入牛肉メインで1枚2000円とかクッソ高くね。今販売ページ見たら売り切れていたんで、マジか。
とりあえずヒレ肉とハンバーグを食べてみます。アメリカ産だったかウルグアイ産だったか忘れましたが輸入品です。ハンバーグはかなりのボリュームがあります。でけえ。説明書通り焼いていきます。吉田家にフライ返し的なものがないのでしゃもじ少し溶けました。あとは水をぶち込んで蒸し焼きです。いや茹でてんのか。まあ一応健康を意識してサラダ。サブチャンネルでおなじみのヤングコーン大好物です。あとはオリーブを箱買いしたんですがくっそまずくて大量に余ってるので刻んで入れました。くそまずいです、くそまずいです、くそまずいです。ダイエットドレッシング。ヒレステーキも説明書通りに忠実に焼きました。塩コショウ片面だけ振って焼きます。日本人が好きそうな油だらけの霜降りではなくて赤身って感じがして非常にうまそうな肉ではある。完全に説明書通り作ったんですが焼き具合は最悪です。冬で寒いから内部まで火が通らなかったのかもしれません。一応常温に戻したんですけどね。完全に生です。ガチの生って内部が冷たくて美味しくないんですよね。微妙に色が変色するくらいのレアの方が絶対うまい。完全に失敗です。まあルール違反な気もしますが追い焼きです。一方でハンバーグはすげえよ。あんなにペラペラだった肉がここまで分厚くなりました。すげえでけえ。食べ応えありそう。ソースは付属のオニオンソースを多少加熱してかけました。あとはいきなりステーキといえばガーリックペーストなのかな、知らんけど、たっぷりかけておきます。ただこの容器は完全に欠陥品です。全然出てきません。量が多いうちはまあいいんですけど3分の1くらい使っちゃうともう出てこねえ。いきなりステーキの店舗で食ったことがないんで比べられないんですが、ハンバーグは肉って感じのハンバーグですね。ジューシーというよりはずっしりしています。めちゃくちゃ食べ応えがありますね。ただ味はあんまり好みではない。まずくはないんですがかなり甘い味付けなんですよね。これ吉田がよく食べているジョイフルのハンバーグの方が味的には好きですね。ニンニクソースはいい感じのアクセントになってこれはこれでうまい。ヒレステーキは焼き方が微妙だったけどこれは死ぬほどうまかったです。さすがに1枚2000円もするだけあってスーパーのアメリカ産激安ステーキとは比べ物にならないくらい柔らかいです。国産牛にありがちな脂っこさも全くない。さっぱりしているなのに柔らかい。群馬県食肉なんとかセンターの直売所で売っているヒレステーキがあるんですがあれよりはねちょっと劣る感じはするんだけども近い雰囲気ある。あれでもあの群馬県産ヒレステーキの方が安いんじゃね。しかも国産だし触れてはいけないな、闇だわ。次の日に国産牛のイチボってのも食ってみました。 250g、 北海道産ってことは乳牛なんですかね。イチボって何かなって調べてみたらお尻の周りのもも肉らしいです。赤身の部位らしいんだけどこいつはやたら脂のサシが入って高級感あり国産牛っぽい見た目してますね。明らかに説明書通りだと全然内部まで火が通りません。蒸し焼きにするかオーブンにぶち込んだ方が良さそう。結構分厚いですからねこの肉。さっきのヒレ肉とは見た目が全然違います。明らかにテカテカしていて脂っこそう。まあザ国産の典型的な見た目をしています。さすがにこのままだと赤すぎるので軽く炙りました。もうタレも一緒に絡めてあります。これは完全に外国産のヒレ肉の方が圧倒的に美味しかったです。この国産牛めちゃくちゃ脂っこいです。おっさんにはどぎついですね。国産って柔らかいイメージがあるんですがこいつはねマジ硬かった。なんでサイコロステーキみたいに細切れにしているかというと実は噛み切れなかったんですよね。筋みたいなのがあって、まあ、だからこういう風に細切れにしました。まあ、正直言ってこれは外れ。あと撮影はしていませんがウルグアイ産リブロースってのも食べたんですけどそっちはヒレステーキ同様にさっぱりしていて非常に美味しかったです。国産牛だけ微妙って感じ。あとサーロインはまだ食べてない、冷凍庫に眠ってる。なんか怒られそうだけど正直に言うわ。マックの福袋は全然ありだと思ったんだけどいきなりステーキのこの福袋は微妙です。これが5000円だったらいいなと思うんだけど1万円ですからね。ステーキ4枚とハンバーグ1枚で1万円ですよ。割る5で2000円、ワイルドハンバーグは3個で2100円で売っています。なのでステーキ1枚あたり2000円以上するっていう計算になります。そんなもんかとは思うんだけど福袋という特別なものだと考えればお得感は感じませんよね。少なくともマクドナルドみたいに店舗の割引券くらいつけてほしかったよね。500円引きとかさ。それかワイルドハンバーグをあと4個ぐらいつけてほしいわ。1万円ならね。そう思いました。以上です。まあ内容が分かって買ってるので買った方が悪いんだけどね。文句言ってすまん。